ブーメライクはロシア連邦軍の総輪式走行車両プラットフォーム。開発時の名称は VPK-7829。ブーメライクはアルザマス機械工場の開発した8輪駆動の総輪走行車で2013年にロシア連邦軍に提案され2015年にアラビの演習場における戦勝記念パレードの訓練で初公開された。 無人砲塔を装備した不評戦闘車型の K-17 と 12.7mm 重機関銃、RWS を装備した装甲兵員輸送車型の K-16 が存在し、ロシア連邦軍では国内配備されている BTR シリーズなど2000両をブーメランクに更新する計画である。同時期に開発されたアルマータやタイフーウームと同様コンポーネントの共通化によって、 開発、製造、整備にかかるコストの低減を意図しており、氷点下摂取60度での活動も可能とされる。この車両をベースとした、様々な派生型が提案されており、2S25 スプルート SD の代替として、2アンペア75、125mm 格好砲を搭載したストライカー MGS や16式、機動戦闘車のようなモデルの開発を予定している。ブーメライクは、 従来のソ連ドシア走行車両とは全く異なる新規設計された車両であり、開発時より情報の秘匿性が高く不明な点が多いとされる。車体は緯度対策を考慮した V 字車体で APC 型は3名の乗員のほか9名を輸送できる。エンジンを車体全部に配置することで、側面のハッチから乗降していた BTR シリーズと異なり、 オーブハッチからの迅速な乗降を可能にしている。BTR シリーズ同様に、ウォータージェット推進による水上航行も可能であるほか、NBC 防護機能や自動消火装置も備える。クルガ熱 -25 に搭載されたブーメランク、BM 無人砲塔ブーメランク BM は、本社の IFF 型である K17、クルガ熱 -25 の IFF 型である B-11、 そして、アルマータの10、アイフフ型である、T-15 に共通して搭載される、無人砲塔システムで、2 a 4 2 3 0ト、mm、ル機関砲と p k t 7 6 2ト、mm、ル同軸機関銃、砲塔側面に QM133M コルネット、M 対戦車ミサイルを4発搭載している。コルネット M は2発同時発射が可能で、2つの目標を同時破壊するだけでなく、 同一目標に2発のミサイルをわずかな時間差で打ち込むことでアクティブ防護システムに対抗し得るという。これらの弾薬は乗員区画から隔離され、乗員は車体部から遠隔操作することで生存性の向上に寄与している。また、各種センサーや目標の自動検知、監視機能など電子装備を強化しており、昼夜ともに 最大5,500メートルの光線距離を想定している。この無人報道の開発は、ロステック産加ビサコとシニエコンプリクシの子会社である KBEP が担当した。ありがとうございます。